仕事のロケで姫路に行ってまいりまして、姫路ラーメン、姫路タンメンと行ってまいりました。で、餃子がこれニンニクが餃子に効いて、なかなかこうガッツのある餃子で美味しゅうございました。で、出てきました姫路タンメン、これ逆にすごい、あっさりとさっぱりと、でもコクのある、野菜たっぷりの、体に良さそうな、美味しいタンメンでございました。すごい飲んだ後に、体にしみる優しい味で、これ地元にあったら行くんじゃないですかね。昼飯にも良さそうです。で、これがすっごいうまかったんですけど、サラタンメンっていうんですかね、結構辛めで、卵とかが入って、こっちの方が看板メニューにした方がいいんじゃないかという感じのなんかオリジナルメニュー、だと思うんですけども、これはうまかったですね。ここに来たらこれを食べた方がいいと思います。明石海峡大橋ですね、とっても、綺麗でございました。ありがとうございます。それではまた明日です。